こんにちは、藤田です。今回はビジネスは路線変更を恐れない人が成功するという話をしていきたいと思います。ビジネス成功の秘訣はですね、よく諦めないで続けることって言われます。まあ正論ですね。ただですね、うまくいかないことをダラダラ続けてもほとんど無意味です。そのためピボット、つまり路線変更が必要になります。ただ言うほどピボットは簡単ではなく、あなたの感情が邪魔をします。はい、今回の動画でお伝えする内容です。筋肉マンが売れた理由、超ラッキーな人の真似はしない、無策で続けても意味はない、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博士と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。ラサル独立してフリーのコンサルタントとして15年ほどやってくれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、筋肉マンが売れた理由っていうことで、筋肉マンというコミックはですね、アニメ化もされているのでご存知の方もですね多いと思うんですけど、ものすごくヒットした超人プロレス漫画ですね。筋肉マン世代っていうのはですね、現在40代の方でこの年代がヒットを支えたっていうことです。つまり私はですね55歳なんで筋肉マン世代ではないんです。ところがっていうかですね、ただですね、実はですね、筋肉マンの連載っていうのはですね、1979年にスタートしてるんですよ。で、私は連載の開始からですね、少年ジャンプで読んでました。ですので、筋肉マンのですね、ピボットの歴史を知ってるんです。ピボットっていうのはですね、何かというと、ビジネス用語で、事業の方向転換、方針変更っていう意味です。実は筋肉マンは当初は、プロレス漫画ではなくギャグ漫画だったんですね。地球の平和を守るヒーローになりたいダメ超人だったんですよ。で、街角でですね、こう牛丼を立ちながら食べてるっていうのがですね、よく漫画で出てきました。嘘だと思う方はですね、ぜひ単行本のですね1巻からですね読んでみてください。で、個人的にはですね、この筋肉マンのギャグ漫画としての筋肉マンですね、当時ですね、牛丼の吉野家がですね、知られ始めた頃だったんでですね、漫画としてはですね、私は個人的に好きでですね、よく見てました。ただですね、世間的にはですね、まあ結構鳴かず飛ばずのギャグ漫画だったんですね。そこでというかですね、著者の判断なのか、編集部の判断か分かりませんけど、思い切ったプロレス漫画のですね、路線変更をしたことで、そうしたわけですね。ですから言ってしまえば、当初のギャグ漫画を読んでいる読者を裏切る行為だったんですけど、結果的に大成功を収めてしまったわけです。はい、超ラッキーな人の真似はしないっていうことで、ビジネスの世界においてもですね、最初からうまくいくなんてことはですね、そうそうありません。仮に一発目でうまくいったビジネスがあるならですね、それはその人、やった人がですね、相当センスが良かったか、はたまた運が良かったかな、どちらかです。まあ、個人的にはほとんど 99.9% 後者だと思ってます。ビジネスの成功はですね、経験豊富な起業家が緻密にマーケティングリサーチをした上で何回もピボットしてやっと結果が出るぐらいだと思っていいと思います。ですから経験がない初心者の場合もですね、当然何度かピボットをする必要があると考えておくべきですね。ただそれ以前にですね、初心者であってもマーケティングリサーチっていうのは必要です。マーケティングリサーチっていうとですね、難しく聞こえるんですけど、まあ、できる範囲でいいので売れそうかどうかっていうのを調査するっていうことです。全く調査せずにですね、思いつきで好きなことを始めるなんていうのはですね、まあ言ってしまえば、まあ、愚の骨頂ですね。まあそうは言ってもどういった方法で調査すればわからないっていう人も多いと思いますので、そこでおすすめのですね、シンプルな方法ですね、ご紹介したいと思います。それはですね、 3C 分析っていうやつですね。 3C 分析学ぶためにわざわざ本を買う必要もないですし、誰かにですね教えを請う必要もないです。ググってもらえばですね、いくらでも情報出てきますし、私の過去の動画でもですね、こちらの動画でちょこっと説明してます。後で見てください。 3C っていうのはですね、 3C つまり顧客、カスタマー、競合、コンペティター、自社、カンパニー、それぞれの、この3つのそれぞれのですね、市場での位置関係を整理、
分析するっていうことだけなんですよ。まあ、平たく言うとですね、顧客は誰になるのか、ライバルはいるのか、自分が提供するサービスはどういう位置づけになっているのかというのをですね、整理して分析するっていうことです。実はですね、世の中全く何も調査せずにですね、無策で挑む人が多いので、この 3C 分析を数時間するだけでもですね、大きな差がつきます。そしてこの調査をやっておくと、後々ピボットもやりやすくなります。なぜならですね、あらかじめうまくいかなかった場合の次の一手がですね、準備できているからです。はい、無策で続けても意味はないということで、ただピボットがですね、なかなかできない人が多いっていうのも事実なんですね。で、ピボットを躊躇させる一番の理由はですね、感情なんですよ。それはですね、人間の本能の一つとも言えるですね、一貫性の法則によるものです。人をですね、行動、発言、態度、信念なんかがですね、一貫している相手を高く評価して信頼する傾向があるんですね。つまり、一般的にブレてるって言われている人はですね、評価も信頼もされないってことなんですね。そのためですね、自分の行動、発言、態度、信念なんかをですね、一貫性のあるものにしたいっていう心理が働いているわけなんです。しかもですよ、やっと好きなこと、やりたいことを見つけて始めたという人ならですね、より路線変更はですね、感情的に難しくなっているということですね。ただ、注意してほしいのはですね、自分の好きなことをやるっていうのがですね、頭を使わなくていいの免罪符になっている場合が多いので、注意した方がいいっていうことなんですね。無策はですね、愚策に劣ります。副業を含めて起業するような人にはですね、少ないとは思うんですけど、世の中一般的にはですね、頭を使っていない、頭を使うのが面倒くさい人っていうのがですね、非常に多いんですね。逆に言えば、頭を使えばですね、その他大勢から一気に抜け出せるっていうことですね。またですね、好きなことを仕事でやるためにはですね、その好きなことの本質を見極める必要があります。そうしないとですね、応用が効かないんですね。例えば料理が好きな人ならですね、具体的な職種としてはですね、短絡的に料理研究家ぐらいしかですね、思いつかないはずなんですね。ただもし料理研究家でうまくいかなかったら、その人はですね、好きなことで仕事ができなくなるんでしょうか。これがですね、この短絡的な考え方がですね、好きなことを仕事にするのは難しいとかですね、あるいはそんなことは無理だって言ってる人の意見なんですよ。ただこれはですね、はっきり言って間違いです。好きなことを仕事にするの本質が分かってない人の意見なんですね。好きなことの中にはですね、好きなことの本質があるんですね。例えば料理が好きな人の中にはですね、例えば自分のアレンジで作る人もいますし、が好きな人もいますし、レシピ通りに作るのがですね、好きな人もいます。あるいはですね、美味しいと言ってくれる 人のですね、顔を見るのが好きな人もいますよね。あるいは出来上がった料理の見栄えを見せるのが好きな人もいますね。言うまでもなくですね、これらのですね、本質はですね、全部違いますよね。そこで例えば、料理のアレンジが好きな人はですね、もしかすると他のことでもアレンジすることに同じ好きをですね、見出せる可能性があるんですね。このようにですね、好きなことの中にある本質が分かってしまえば、あとはですね、自分の好きなことの本質と市場のニーズの一致点をですね、見出せばいいっていうことなんですね。このように考えるとですね、好きなことを仕事にするっていう選択肢はですね、いくつも候補があることがわかると思います。だからこそですね、躊躇なくピボットをすることができるということですね。はい、今回は以上です。今回の内容、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については、動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらからご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。